この前ミミネと喧嘩したやん。てら昨日ミミネと喧嘩したやん。あ、どっち？どっちで喧嘩したやん。で？ナナちゃん仲直りしようと思っていちご買ってきて。食べへん？食べる。食べへん？食べる。食べる？食べよう、これ。これは今さ、マイヤーマスト開けてるで。え？さ、ミミネも開けるの手伝ってくれない？ミミネ手伝わないよ。じゃあ。子猫にあげて。おい、パパ！あの、俺予定の服が。これ、ナナちゃん。パパ、これどうやって開けんねん。仲直りしよう。仲直り。一人一袋でしゅか。仲直りいちごパーティーで。一人一袋でしゅか。食べよ、さっき食べよ。さっき食べよ。洗わな。これはな、洗わなかな。もういいやん。じゃあ、なんかだ。猫こっち向こうか。いいよ。はい。最悪。処理したやろ今。なんか知らんフォルダー取れると。え？アットマークアットマークてん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 みたいな。どんな？なあ、これで仲直りやな。なあ、このさいちごの種だけ取ってさ、植えようよ。なあ、仲直りやな。なあ。あ？ねえ。こっちが悪かったのでどっちもだからこれあれやな同罪うん、あ、そうか。二人でおとんとこ行って一緒に食べよう。おとん勝負だ。うん、あ、いいね。乾杯。乾杯。いただきます。この時期のイチゴはね、形がいいのよ。なあ、この種さ、ちょっとだけ取ってもらえよ。ママちゃんとやり。わかった。ママ、いいことが耳ねえによって。どうぞ。あ、めっちゃ匂いがイチゴや。いいの？香料みたいな匂いする。うん。食べてん。うん。イチゴ。イチゴ食べてんの。いらない。セブンイレブンで買ってきて。さっきセブンイレブンのカレー食べたけどめっちゃ美味しかった。うん、うん。セブンイレブンのカレー。なんでセブンイレブンでカレー食べるの？カレーパン。あ、めっちゃ勧められるやろ。あれめっちゃ一回有名になって再販やから、あれほんまに美味しい。カレーパンいらないですかって言われる、うん、え、何食いよね。いちごな。プレゼントめっちゃ来とって、うん、はい。なあ、ナローエースまで送ってくれて、うん、なお子さん、あれ、あのショート動画って広告作ってたやん、うん、収益上がるんだと思ったら甘い。クソやな。それを言いに来たんか。あんなん出す気がしれん。なん、これな、酸っぱくない？もうあれ見てる。酸っぱい。え？みんな外れた。こっち食べてみる。どうしようもない。こっち食べてみる。びっくりするわ。これこれやめてください。酸っぱい。あの現地では17とか19とかになると、うん、梅干し一人で、あの一袋10個ぐらい入ってるやつ一人で食べる人やから。あ、誰かが勘違いしておったんだ。おもろい。おいしい。10分ぐらいで10個食べるで。なあ、おとん、え、あの動画でよかった。あ、面白かった。食べるんかい。で、おとんあれやで、あの犬動画撮ってくださいよ。5本やで。もう一本渡した。いや、だよ。もうドキドキ交換や。4本も5本も変わらんと思うけど、うん、昭和時代の人間やから。あれな、この電池は1個置いとこう、家に。ゴンとしてくれた。これ冷たい。うん、冷凍庫入れとった。あれ、誰か食べた？いや、食べてない、うん、冷凍庫、うん、冷凍庫7、7、よしもん、11でいいわ、もう。なんで？7何個目それ？ん？7ちゃん何個目？2個目。1、2や。全部食べたら3、6、3、4、5、1、6、7、1、7。いいとこ、おとん、おとん、おとん、マクドの福袋や。めっちゃ虫とコラボで。え、かわいい！かわいい。え、黄色がいいな。俺も光も外れてん。あ、そうなの。この私が抽選に応募しとってんねんな。珍しくない？珍しい。かわいい。え、これかわいい。え、なおこさん当たったん？すごい。ちょっと携帯入れにする。うん、かわいい。なあ、ママ、そのコップ牛乳飲むときに使わせて。あ、置いてくわ、置いてくわ。美味しそうやな、アルミのやつな。そうなん、そうなん。これ
かわいい。でかっ。なんかこれでかくない？あ、でかい。みんなお腹いっぱいに。かわいいな。なんで？食べる？なんか何個食べた？これ3個目。1、3や。なに？いちご大好きなの。美味しい。めっちゃいいやん。あげるわ。めっちゃいいやん。なんか最初に戻ったの。ん？最初に戻った。7個になった？3個食べて3個来た。チャムスマジ可愛いよ。可愛い。うん。チャムスが一番可愛い。チャムスのそれってペンギンなの？そう。ん？違う。違うけど。嫉妬みたいな顔しとうから写しとくわ。なんだっけ？なんで電池ここに入れるんよ。一回それ話題になった。誰が電池ここに入れたんよ。なんだ？なんかな、企業。あれや。企業と企業がやりやっと、やなんかツイートで。アメリカペンギンちゃん。違う、ペンギンじゃないねん。ペンギンじゃなかったはず。何よ。ペンギンじゃないことは確かに。でも二足歩行してるやん。なあ。もう調べるし。ググって。よし、メルカリ出していかな。そうそう、チャムスの公式が、うん、あのペンギンじゃないよっていうツイートをしてん、うん、それを見てん。で、何？美味しい。あ、なんか正解で、こっちから食べる。こっち甘いよな。そう、こっちが甘いからこっちから食べた方が最後まで美味しい。こっちのヘタ取ったところめっちゃ苦い。耳ちぎれてるイヤホン捨てていい？いいよ、分かったから。あ、いいのね。壊したけどな。ブービーバードやって。それは何？買わんでもイヤホンあるねんけど。あるな。あげる。ありがとう。ブービーバードっていうことはブービー鳥？は？は？何それ？は？これやって、鳥。うわ、なんだ、お鳴らした。え、してない？嘘、めちゃくちゃ。それあれやって。見てよ、気になる人アップしてみて。著作権の問題。ちょっと顔がちょっと、でもなんか頭のとこ髪の毛生えてない。チャムスのマークこんな感じやからな。髪の毛生えとうやろ、上ビチョビチョビチョって生えてない。チャムスさんは、うん、これですね。あ、つるんとしてるわ。全然ちゃうやん。だいぶこう思い描いてたものとだいぶ違うかった。首がなんかこうなっとるから、うん、なんか、うん、そうやって見たらペンギンっぽい、うん、でみんながそう思っとって、うん、何もペンギンやと思ってほんまに。このマクドナルドのコラボの時に、うん、ぐらいになんかペンギンさんありがとうみたいな、なんか企業がツイートして、いやペンギンではありませんって公式がツイートして、うん、ペンギンじゃないのってみんななってん。へえ。なあパパ、ナナさ、それさ、ユニバで、うん、あの、そのチャムスのさ、袋を持っていたときに、あの、ナナが、そのペンギンの袋、ナナ持つって言って、ナナ持ってこない、うん。ペンギンってずっと言ってたよ。俺さ、検索がさ、あの、ブービーバードって検索しかしてないんやけど、うん、チャムスが出てきてるっていう。耳ねえのめっちゃ濃い。濃い？食べて、それ食べて、これ。